世界を魅了したワールドカップが終わり、日本では J リーグが再開。その中、瀬戸際の戦いに挑むある一人の指揮官に迫る。サスケ、あんたか？なあ、何考えてんだお前。お前ちょっともう一回お前勉強しろぜ。しっかりしてくれよ。挨拶なしで帰るのか、こら。来年も J1 に許さないって言うてくれや。京都パープルサンガ監督、柱谷浩一。勝利の女神から見放されていた。勝てない。開幕から12試合で白星はわずかに一つ。例えば負けても絶対諦めちゃいけないと思うんですね。勝利に飢えた地元サポーター。絶対負けない。多分絶対投げ出したくない。瀬戸際に追い込まれた男の信念をかけた戦い。6月、京都パープルサンガは福井でキャンプを張っていた。ドイツワールドカップによる J リーグの一時中断。開幕から12試合を終え、わずか1勝17位と低迷するチームをなんとか立て直そうと、監督柱谷浩一は必死だった。絶対次は勝てる。で、そういう思って次の試合に向かっていくっていうことが一番大事だと思うんですね。自分が 100% の仕事を次に向かって続けていくことが責任のある態度であり監督であると思ってるんですね。京都で生まれ育った柱谷は1983年、当時の日本リーグ日産自動車に入社。闘争心あふれるセンターフォワードとして日本代表でもプレーした。 J リーグ発足後は浦和レッズでキャプテンとしてチームを引っ張り、その後柏レイソルでも2年間プレー。現役引退後は指導者の道に転向し、2004年、当時は J2 だった京都の監督に就任した。私を18まで京都で育ててもらって、で自分の、人間としてもサッカーとしてもやっぱ基本を、作っていただいた場所ですから、ぜひ、京都のために、京都の皆さんのために、ぜひ恩返しここでしたいなっていうふうに思っています。地元京都への恩返し、その言葉通り、就任2年目の2005年、第2節で首位に立つと、圧倒的なチーム力でその後は一度も首位の座を譲ることなく J2 を制覇。チームを3年ぶりの J1 へと導いた。日産自動車時代チームメイトとして戦い、日本代表でも活躍した弟、柱谷哲司さん。4つ年上の兄について聞いてみた。子供の頃からの目標である存在、憧れの存在だったですね。もう選手の時からやっぱり上手かったし、頑固っていうイメージがすごく僕はありますね。やっぱり曲げない自分を、はい、意志が強いなっていうのはすごく感じますね。選手としての目標っていうのはね、憧れは終わりましたけども、やはり今度はコーチ監督としてのやっぱり目標でもありますね。はい、それは変わらないですね。迎えたリーグ開幕、 J1 への初挑戦。しかし J2 では鉄壁を誇った守備があっけなく崩壊。12試合を終えて1勝6敗5分け、J2 自動降格圏の17位に甘んじた。さらには低迷しているクラブの相次ぐ監督交代劇。下位4チーム中3チームの監督がシーズン途中で次々とその立場を追われた。結果が問われる厳しい世界、自らも瀬戸際に立たされていた。柱谷、もうここで終わりだよ、で新しい監督とチェンジするよって言われたら、
それは潔く、はい、分かりましたって言ってそれは変わりますけれども、まあ、それがない限りは僕は絶対諦めないで、もう次に向けてやっていくことをやっていこうというふうに思ってます。自分がやりたいスタイルの作家っていうのも追求していきたいですし、でフェアプレーっていうことに関してもファールをしないで守る、フェアに戦って見てる人に感動してもらうっていうところは絶対続けてやっていきたいなと思ってますから、だから勝つと同時に自分の色っていうのはこう出さなきゃいけない、それがプロの監督だじゃないかなって思ってます。